皆さんこんにちは、武田塾の高田です。清水です。今回のテーマは共通テスト理科基礎の科目選択について、どの科目がいいのっていうのね、教えていきたいなと思います。物理基礎、化学基礎、地学基礎、生物基礎のうちおすすめどれなんだっていうのをね、ちょっと話していきたいなと思ってます。はい、4から2選ばないといけないですからね。清水先生は何を選びました？生物基礎と地学基礎ですね。なるほど。僕も物理基礎と地学基礎を選びましたね。はい、本当ですか？僕の時は地学1でしたね。はい、なんですけど、はい、ちょっと受験をチャレンジすることもありまして、はい、物理基礎満点ですから、はい、センター試験ですけど。さすが。はい、50点満点だった。はい、理科って一括りに言うんですけど、暗記メインの科目と数学に近い計算メインの科目、暗記メインの科目を順番に言っていくと、一番暗記なのは生物基礎ですね。そうですね、圧倒的に。で次に地学基礎かな、でその次化学基礎、はい、最後物理基礎っていう順番になります。はい、で数学寄りな方はその逆ですね。物理基礎が一番数学に近くて、化学基礎、地学基礎、生物基礎と。化学や地学にももちろん計算問題ありますし、まあ、生物も若干ですけどありますね。で科目選択の基本は数学的な思考が得意かどうか、それとも社会、日本史や世界史といったような暗記ものの方が得意か、はい、で選択してもらうのが一番いいんじゃないかなと思います。そうですね、理科っていうこう数学のイメージというか理系って科目じゃないですか。はい、実際どうでした、やってみた感想としては。もう数学が苦手だとしてもできる範囲の計算問題と、あとはやっぱ基本暗記、僕はもともと中学校の頃からその生物分野とか地学分野っていうんですかね、とかが好きだったんで、まあその暗記自体も苦がなくできて、まあちょっと本番事故ったんですけど、まあプレとかではしっかり暗記すれば 90% とか、うまくいけば 100% とかまで持っていける科目かなと思います。僕物理基礎を選んだんですけど、逆に覚える量めっちゃ少なかったなっていうふうに思います。方式とかも、まあ、数学に近くてあるんですけど、公式とかも多分ね20個から30個ぐらいしかなくて、本当にもうこの公式を覚えて、あと、まあ、当てはめる練習というか演習を少しすればいけるなっていう、理科基礎ってやっぱどれも取り組みやすいなと思いました。ただやっぱり数学苦手とかだと物理基礎とか辛いなと思うんで、清水先生みたいな暗記中心の生物基礎とか地学基礎とかを選んでいくのがいいんじゃないかなと思います。国公立の子じゃないですか。はいはいはい、なので二次試験で使う科目がどっちかとか、5教科7科目すべて使わない国公立で理科基礎使いますっていう場合もあると思うので、二次が A 国数です、ってことは二次の暗記の負荷って少なめなわけですよね。はいはいはい、そういった場合は別に暗記が多めでも多少大丈夫だったりとか、まあ二次で日本史国語で使って社会の暗記で大変って場合は、数学もそれなりにできるのであればやっぱり物理とかの方がコスパいいよねっていう判断もできたりします。全体の兼ね合いというか、どれぐらいリソース避けるのかっていうところにもありますよね。はい、で僕がこれ正直な話、高3の時に夏休み物理か地学かですごく揺らいだ時期があるんですよ。この模試は物理で受けてみよう、あ、はいはいはい、この模試は地学で受けてみようとかっていうふうに、もう高3の夏なのに理科どれで受けるかっていうのが定まってなかった時期があって、瞑想してますね、直前に変えたりとかもいろいろあって、はい、まあ、決めてやったのが物理って問題の数少ないんですよ。やっぱ計算問題主体な分、1問5点とかの問題とかもあったりするんですよ。はい、1問落としてうわーみたいな1割下がるわけじゃないですか。はいはい、これきついなと思って最後僕は現役の時は地学に変えたんですけ ど、 なるほど、その分満点狙いやすかったりもするから、まあ、一長一短なんですよね。はい、まあ、いろんな科目の特性があるんで、はい、それぞれ自分のねやってみる科目いろいろ調べてみて決めてほしいなと思います。はい、あとこれ毎年話題になるのは、はい、共通テスト本番終わりました、はいはい、生物基礎難しい、地学基礎簡単、はいはいはい、物理難しいとか出るじゃないですか。出ます出ます。あの辺気にする受験生も多いと思うんですけど、はいはいはい、どうしましょうかね。いやこれは運ですよねだから最近だと例えば生物基礎基礎難しくなったとかね、都市によっては地学基礎難しいとかね、いろいろありますけども、はい、もう運ですね。だからそこはもう割り切るしかないかなと思います。はい、そうですね、得意不得意が明らかに出てるのであれば、得意な方そのままいっちゃった方がいいと思いますし、得意ないってことであれば、まあ、正直社会の選択に近いかなと思ってて、まあ、好きなやつをやっといた方がそもそも理科基礎をちゃんと効率よく勉強するっていうところにまあプラスに働くかなとは思うので、得意なければ好みで選んでもそんな問題ないかなとは正直思ったりします ね。 そうですね、地学基礎とか、まあ、学校の授業なかったりする高校とかも、はい、あると思うんですけど、でも全然選んで、全然僕の学校もなかったですもん。なかったですよね、はい、なかったけど参考書で全然できちゃうんで、地学基礎も、はい、本当におすすめかなと思います。はい、理科基礎の科目の選び方でした。今回は以上です。高田先生、はい、あの夏だけ武田が今年も始まるみたいですよ。あの勉強習慣がめちゃくちゃ身について勉強法もまるっと変わる、あの夏だけ武田ですね。そうなんです、今は入会金無料で武田塾に1ヶ月勉強してもらいます。君も勉強時間爆増間違いなし。詳しくは概要欄から。